はい、えー、今回の事件はですね、ビットコインが1000万円に今月中になるんではないかなという話と、あと体の値段がいくらになるのかな。ひいては、イーサリアムなど他の通貨がどのぐらいの価格になるのかなってことを、今年中の価格の目安としてね、ご質問いただいた、その回答の一端になります。えー、なミさん、いつもありがとうございます。そっか、ジのお子でございます。あの、同様の質問私の方もいただくことはあるんですけども、でもそんなに頻繁にはないですよね。で、 えー、暗号通貨の価格がいくらになるのか、もしくは株の価格がいくらになるのか、FX がいくらになるのか。あの、この質問っていうのは、あのー、まあちょっと言葉悪いんですけども、非常にセンスのない質問といいますかね、こういう人はね、あんまり投資事をやらない方がいいんじゃないかなと思うんですよ。いくらになるのかっていうのは誰にもわからないんですよ。わからないんで、自分なりの、うんまぁ、あ、何ですかね、読みを持ってですね、で、自分の資金を投じていくっていう形なんですよ。 ですので誰に聞いても個人的にはこう思う個人的にはこうしてるこんな回答しか来ないんですよねでいくらになるんですかっていう方の質問の裏にはあ聞いた人答えた人との関係によってですねじゃあ例えば今月中に1000万になると思いますよって言ったらそれを根拠にならなかった時に、まあ、責めてきたり損したから返せっていう風うなねそんな無茶苦茶な理屈を言ってくる人もいるんですよですんでね非常に答えにくいんですよねで 私がどのように回答するかというとこれはもう決まっていて価格は投資なんで分かりませんとただ高い価格にしたいと思えばその方法はありますよとしかも2つその方法がありますっていうふうにいつもお答えしておりますなんだか分かりますかこれ体の枝の価格をこれからぐん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 上げていって高値をつけたら自分だけ売り抜けて儲けちゃうみたいな方法ですビットコインでもイーサリアムでもこれは同じ理屈が通用します じゃあその方法ね、これからお話していきます。それはですね、例えばビットコイン、値段を上げたいわけでしょじゃあ自分で買えばいいんですよ。結局、買う、買い圧力と売る、売り圧力。この、せめぎ合いで価格って決まってますから、売る人が多ければ値段は下がるし、買う人が多ければ値段は上がるし、なんですよ。ですんで私が体の間の放送をずっとしてるのはなぜかという,も言うとですね、 体の枝の価格を上がってほしいからなんですよ。プレセールで買った私みたいなのにしてみれば、ICO などでね、ドーンと突き上げていくのも一つなんですけども、結局 ICO がなんで値段があるかっていうと、市場で買う人がいるからでしょ。買う人がいるから値段が上がっていくわけなんですよ。ということは、体の枝ってのがありますよっていうふうに知らせることによって、体の枝を買っていただく可能性が高まるわけですよね。これがだから二つ目の,あの方法になります。 推理して申し上げます。暗号通貨の価格、例えばビットコインを上げたかったら、自分でいっぱい買うこと。ね。10億でも100億でもつぎ込んで買ってください。値段上がりますから。ね。でも値段が上がるのと同時に、売りたい人もいますからね。だから、値段が上がれば売りたい人がその分だけ出てきますから、しっかりと買い続けてくださいってことになります。ね。まあでもこれはちょっと無茶ですよね。ですんで私は、二つ目の、 今誰にでもでもきる方法をやっておりますそれはビットコインってのがありますよとこれから値段が上がるかもしれないよといくらぐらいなのか想像がつかないけどもしかしたら長い目で見たらものすごく大きな値段をつけて儲けるかもよみたいなことを、ね、言うわけですよねいわゆる煽る状態になってきますただあんまりやりすぎると逆に信憑性を失うんで軽く言う程度にしてますねそうするとビットコインってなんだろう え、ビットポイントジャパンってところがあるんだ。コインチェックってところがあるんだ。そこで口座開設すると、キャッシュバックもらえるんだ。え、ビットコイン買ったら 10%? なんかコミッションが作ってって感じで、いろんなサービス展開されてますんで、暗号通貨の取引所を開設していただいて、そこに、えー、例えば5000円でも1万円でもね、ビットコインを買っていただく経験をお,ーおすすめするわけですよ。つまり、ビットコインを買いましょうキャンペーンですよね。 そうすると、自分で一人で買い込むのは無理でも、100人、1000人、1万人の方が5000円ずつ、1万円ずつ買ったら、その合計がビットコインの価格を押し上げると思うんですよ。で、値段が上がってきたら、いいところで自分も売り抜けるみたいな感じですよね。えー、結局、市場を煽って値段を上げさせて自分が売り抜けるのがずるいじゃないかって言いますけども、あの、投資ってのはそういうもんですからね。これから金の価格が上がりますよとかね、土地の価格上がるかもしれませんよ。 車の価格上がるかもしれませんよって言って市場の値段を期待で上げて期待でね多くの人が期待するから値段が上がるわけですよえそしてよし自分の目標金額に達したなとじゃあそろそろ理学してこのお金を何に使おうかなあれに使おうかなそれに使おうかなっていうふうに考えてその暗号通貨なら暗号通貨を理学するから売りっていうものが発生して値段が下がるってことになります値段が下が下れればそれまでの価格と にらめっこして、お、割安だなと感じたた人がまた買う。もしくは値段が下がったらやばいんじゃないのと思った人が売るどっちの心理が市場で働いてるかっていうことだけなんですよでこれはね例えば私がこれから暗号通貨上がるよどうだこれ値段が上がるかもしれないよって言ったら逆にあいつが上がるって言うんだから下がるかもしれないなっていうふうに読む人がいるんですよあとは情報を受け取った方がどのように感じるかなんですよねはい、じゃあ再度まとめます1つ目価格を上げたければ自分で買うこと2つ目 もし自分で買い込むお金がなかったら、みんなに知らせること。そうすることによって、買ってくれる方が少しでも増えるんじゃないかなっていう期待ですよね。えー、ということで、カルダノの価格、ひいてはビットコインの価格、暗号通貨の価格、これはね、予想することはできませんけども、できませんけども、多くの人に知らせることによって、買い圧力を促進することはできるということになるかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日の事件は、暗号通貨でございました。いってらっしゃい。